井上春奈、井上春奈、26歳、1。ドリームインク、生年月日1996年12月3日出身地大阪府、デビュー年2022年身長、3サイズ168センチ、B85、D カップ、W59 ヒップ86、ミスフラッシュ2023、グランプリから女優へ羽ばたく井上春奈。芸能界デビューのきっかけは、身長の高い自分を受け入れたくて、高身長女子が集まるミスコンテストに出場したことが芸能界デビューのきっかけです。それから細々とモデルをしたり、関西のテレビ番組に出演したりしていました。昔から憧れていた女優さんになるという夢をつかむために、有名になりたいという気持ちがありました。ミスフラッシュ2023のグランプリに輝きました。受賞の感想とオーディションを振り返ってみていかがですか？グランプリに選ばれた時は、まさか自分が勝ち残れるとは？という驚きの気持ちでした。絶対にグランプリを取るという強い気。持ちで出場しましたが、オーディションが始まってから、あまりにも壮絶な戦いに心が折れそうになりました。それを乗り越えて頑張った、写真ではかっこいい顔の方が得意なので意外と思われるのですが、話すことが好きなので、最後までニコニコ楽しく戦いを終えました。それまで普通に週5日、OL をしていたので、世界がガラッと変わりました。受賞を記念して4月20日に DVD、ミスフラッシュ2023、LINE コミュニケーションズを発売しました。沖縄、宮古島で撮影しました。DVD 撮影を初体験した感想は、DVD の撮影では、私が主役になれるのでお姫様になった気持ちでした。好きなお洋服を着て、好きなものを食べて、とても幸せだったのですが、それと同時に現実世界ではお姫様ではないので、どうか調子に乗ることなく、この先を生きていこうと思いました。もし機会があるのであれば、またお姫様になってみたいです。作品の見どころや撮影エピソードを教えてください。お料理ができなさそうと言われますが、腕を振るって料理するシーンがあるので必見です。得意のスポーツをする場面がありますが、雨で外に出られず、ちょっとどんくさい感じになってしまいました。でも、実際私生活ではおっちょこちょいなので、現実味があるかもしれません。どう？軸グランプリの立花舞さん、弓川市花さんとご一緒の撮影でしたが、仲良しエピソードはありますか？とっても仲良しになりました。仲良くならなきゃとか、気を使うこともなく、気がついたら距離が近かったです。心の距離も物理的な距離も、気づいたら腕を組んだりしているのは女の子あるあるだと思います。5月14日午後6時から東京、秋葉原のソフマップ秋葉アミューズメント館で3人一緒に発売イベントを行います。ファンにメッセージをお願いします。